一匹一匹助けながら、まあ、世の中変えたいんですね、うん、ちょっとまあ自分の力では全然及ばないんですけれども、少しでもそういったことをしていきたいと、うんうん、で今、犬や猫というのはすごく身近な存在で、住居さんではまあ猫の状態をやらせていただいてますけど、まあ僕も猫の方が分かるので、うん、で犬や猫がすごくこう人間に近い存在、ただ、人間に近くなってしまったがゆえに、こう幸せな犬とそうでない犬や猫、それがある日突然この子いらないといった瞬間に、捨てられて、行政で殺処分されて、まあ、殺処分も、本当に残酷な殺し方なんですね、ガスで窒息死させて、ある日その関わった人間がコロッと変わってしまうと、いい飼い主さんに巡り合った犬や猫は本当に幸せですし、そうでない人は我々が保護するような飼い主さんの場合は、そういったものをですね、少しずつ世の中変えていって、犠牲になる子を減らしたいというのが、まあ一番の思いです、うん、理由なく殺されるというものに対しての、まあ、怒りというのが、憤りというのがですね、それはまあ気持ちの上では原動力ですね、変えて、我々の活動が必要のない、時期になって、まあ、こんな活動室なんですけれども、今は活動を大きくしなきゃいけないんですけれども、うん、いずれは閉めたいと、うん、そういった世の中ができて やめるのがまあ理想、うん、一日も早くそうなりたいなと、はい、今のこの、人間社会の中で猫ってすごく繁殖能力が強い生き物なんで、年に2回から3回繁殖します、はい、で 4,5 匹、平均で生まれます。で生後半年も行くと、またその半年の子が子供を産むんですね。で産むに任せて生きていける環境は今の日本の人間社会の中にはないと、野良猫1匹ぐらい街中に行ったら可愛いねって言ってもらえるかもしれないですけれども、それが10匹になったら、10匹なんてすぐなってしまうんですね。1匹の女の子が2回出産したらもう10匹になってしまうので、1年以内に下手したらなる可能性があります。そうすると絶対に邪魔者にされるんですね、たまに通る人だったら、まあ、猫いっぱいいるっていうぐらいで済むかもしれないですけれども、そこに住んでる人たちからすると、せっかくきれいにしてる花壇がいつもうんちでいっぱいになると、車ピカピカに磨いたのに車にいつも足跡がついてると、よっぽど好きな人じゃなければ、と、あとまあ好きな人からしても、まあ、猫が増えると、まあ、交通事故に遭って引かれたりすると、その引かれるのが見たくないと、でそんなことにならないように手術をしましょうということ で、それそして増えた子たちが邪魔にされて行政施設に持ち込まれた子たちが殺処分の一番大きな母体になっているんですね、行政で殺される、まあ、犬や猫の中で猫の方が数は多いんですけれども、その猫の中でも、子猫が圧倒的に多いです。それは望まれずして生まれた子猫たち、家の中かもしれないですし、先ほど言った駐車場みたいなところで生まれた子たち、そうならないように手術しましょうと。でまた手術することによって、猫の側にもメリットはあります、出産というのはやっぱり、人間ほどではないにしろ母体にダメージを与えますので、母体の、そのお母さん猫の寿命は絶対に伸びるはずです。あとまあ喧嘩とかが起きますので、喧嘩とか、交尾とかで、病気がうつりますので、そういったリスクも減ります。で泣き声だとか、あとは不妊去勢手術することでマーキングとかおしっこですねの匂いも減りますので、人間にとってもいいと思う。TNR をして何も悪いこと、悪いというかいいことばっかりなんですね。
なので、まあ、我々は TNR をしていると、うんうん、まあ、全部 TNR じゃなくてせっかく捕まえたんだから保護しろという話もよく現場ではされるんですけれども、うん、相談者の人たちから持ってってくれと、うん、はい、いてもらっては困るんだと、うんうん、でも、こういった活動をしているのは何も僕ら保護しての行政からお金が出るわけでも何もなく、うん、その保護費、全て毎日のお世話がかかってしまって、うん、全部持っていくには到底無理なんですね、うん、やっても無理ですから、うん、なので TNR という形を取っていると、うん、それがまあ TNR のまあメリットです、うん、なるほど、はい、まあ物じゃないからちょっと流通みたいな言い方するとよろしくないんですけれども、うん、かわいそうな子が溢れていて、まあ、保護する我々の手も足りないんですけれども、うん、それ以上に我々のところで溜まっちゃいけなくって、うん、それを出して一般の方と接点の譲渡会というのはすごく大事なんですね、うんうんうん、そうしないと僕ら次が保護できないと、うん、これいかにスムースに、人に来ていただいて譲渡していただいて、うん、またそこがこういった問題の知るきっかけになると思うので、うんうん、あの譲渡会の場であんまり重たい話はしないんですけれども、うんうんうん、そうですね、ちょっと来づらくなってしまうの で、うん、うですね、お店もあんまり、うん、あの聞かれればしますけれども、うんうん、こっちから、こんな話知ってますか、うん、みたいなことは絶対しないので、うんうん、譲渡会に来ていただくっていうそのいろんなこう間口ができる、それは、我々はやっぱりお金も人もないし場所もないし苦手なんですね。で住居さんという、この場所 で住居さんのフェイスブックとかで告知していただくと我々とまた違う人が見てくれるので、うん、それはすごく大事で、うん、助かっていて、うん、今後も広がっていけば嬉しいなと、まず、まあ、はい、知っていただきたいなというのは、はい、知っていただいて、犬や猫をまずペットショップで買うという、多分今世の中に大前提ができてしまってるんですけれども、うんうん、こういった子たちも、いるんだということで、こういう子たちから猫を迎えて、うん、家族に迎えていただければそれだけで助かると、うん、言ってみればこの活動に参加していただいていることになると思うので、まずそれを考えていただけたらなと思います、うんうんうん、すごくこう歴史があって、活気のある、うん、多分埼玉の中でも一番活気のある町だと思うんですね、うん、川越は、いろんな人が本当に頑張ってる町で、常に新しいものだったり伝統的なものをよく見れる町なので、うん、あの町を歩くだけで楽しいと思うので、はいはい、僕は川越大好きですね、はい。